旧カシーカ園時代の正門西鉄カシーカ園は、福岡県福岡市東区霞ヶ丘7丁目2番1号に位置する遊園地。西日本鉄道が運営し、一般にはカシーカ園、シルバニアガーデンと表記される。経営計画見直しのため西鉄が閉園を決断し、2021年12月30日をもって閉園となる予定。花の遊園地を称し、 園内には花が絶えない。ことに5月上旬には全長90メートルあるバラのトンネルを見ることができる。どちらかといえば家族連れや小さな子供向けの遊園地である。1938年に当時の博多安鉄道基線がカシーチューリップ園として開園した。太平洋戦争中に閉鎖され従業員の食料自給のための農園に転用されたが、 1956年にカシー科園として改めて開園した。1970年代後半には隣接するカシー球場の閉鎖に伴い球場跡地を利用して拡張した。1986年度の56万8000人をピークに年間入場者数の減少が続き2007年度には24万4000人まで減少し、2000年代の収支は 年間約1億円の赤字で推移していた。このため、テコ入れ作として2008年12月31日から2009年3月6日まで、休園して改装工事を実施し、翌7日から新しく、カシーカ園、シルバニアガーデンとしてリニューアルをオープンした。2016年6月にリニューアルを行うことを発表した。全体の設計、監修を、 藤井正宏が行うとともに、ガーデニングデザイナーの石原和幸によるデザイン、監修でフラワーガーデン化し、シンボルの大観覧車の建て替え、西駐車場へのパークゴルフ場の新設等を行う。それに伴い、2016年11月24日から2017年3月15日まで休園した。2017年3月16日にリニューアルオープンし、 400種類10万ポットの花を入れた。観覧車を代替するとともに、3機種の新機遊具を導入。この秋にはさらに、パークゴルフ場も開設。しかしレジャーの多様化や、施設の老朽化による、維持更新、新型コロナウイルス感染症の流行による、利用客の減少に、観覧2021年12月30日をもって、閉園する予定。 2012年7月13日から北九州線で使用されていた323型324と600 6 0 0系6 2 1を保存したレトロ電車パークを設置している。土日祝日は有料で車内に入ることもできる。かつては福岡市内線で使用されていた2 0 0系2 0 1と1000 1 0 0 0系1 1 a b が1975年の同線大幅廃止後に保存されていたが、 老朽化が進み解体され減存しない。シルバニアガーデンは森の動物たちをテーマにしたエポック社のオリジナルキャラクター、シルバニアファミリーのテーマパークである。同キャラクターのテーマパークは、静岡県裾野市にある遊園地、グリンパ内にあるシルバニアビレッジに次いで日本国内2カ所目の導入で、西日本では初めてとなる。また、シルバニアファミリーの他に、 最次館内には東映が運営するスーパー戦隊シリーズや平成仮面ライダーシリーズのテーマパークヒーローチャレンジパークも新たに導入された。これは九州の遊園地では初めてである。同、ヒーローチャレンジパークは2011年3月5日からスーパーヒーローアスレチックランドにリニューアルされている。シルバニアガーデン開園後毎年3月頃に 園内で行われているシルバニアファミリー賞の演目内容が更新されたり、園内遊具の更新が行われている。また、シルバニアガーデンのオリジナルキャラクター、花園うさぎによるグリーティングやショーも定期的に開催され、地域の子供たちや大人にも親しまれている。現在のシルバニアガーデンができる以前の花の遊園地かシーカ園は2008年11月26日に、 西日本鉄道からリニューアル工事の概要が発表され、以下の期間と内容でリニューアルが行われた。ABC、カシーカエンシルバニアガーデンの閉園について、西日本鉄道広報部広報課、オリジナルの2021年3月25日時点におけるアーカイブ、 h t 25 25 t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 3 2 5 1 2 5 9 1 9 h t t p w w w n i c i t e t s u c o j p d e l e s e 2 0 2 0 2 0 1 1 4 p d f 2 0 2 1年3月25日閲覧<ペー><ペー> カシーカ園、シルバニアガーデン大規模リニューアル西日本鉄道、2016年6月10日、カシーカ園、シルバニアガーデン3月16日オープン。西日本鉄道、2017年2月16日、カシーカ園に、西鉄電車ミニ博物館レトロ電車パーク誕生。西日本鉄道、2012年7月12日に、私鉄、 グループニュースリリース平成21年3月7日、リニューアルオープン、カシーカエンシルバニアガーデン西日本鉄道、2008年11月26日。ありがとうございます。